天狗倉山から見下ろす尾瀬港尾瀬港尾瀬港の一尾瀬港は三重県尾瀬市にある重要港湾。港湾管理者は三重県。紀の国東部から島半島にかけてはリアス式海岸が連続しており、古くから天然の良港として漁業や水運が盛んな地域であった。尾瀬は明治以来30県東紀州地域の中心とされ、 1921年により本格的な港湾事業が実施された。1967年に重要港湾の指定を受けている。沿用漁業や地場産業の輸送拠点としての機能を持つ。1966年に開港指定され、主に中部電力を汗み高力発電所向けの原油輸入拠点としての機能をしてきたが、貿易船の出入構数や、 輸出入学の条件を満たせなくなり、2017年1月1日付で、開港指定が取り消された。2013年4月28日には、ハワイ沖で漁獲された遠洋の冷凍マグロが初めて水揚げされた。また、三重県の三重サンベルトゾーン構想の重要拠点としても位置、続けられている。港には、第四管区海上保安本部大瀬海上保安部が、置かれ、 沿岸警備、海洋情報収集のほか、大瀬港における被出没、潮汐が常時観測されている。大瀬湾の前景。ありがとうございます。